現場お城現場お城は、福井県鶴ヶ島根と滋賀県長浜市を五町柳長瀬の県境にあった山城である。天正11年の静ヶ岳の戦いにおいて、柴田勝家の本陣が置かれた。平成11年7月13日に、玄半王城跡として、国の史跡に指定されている。また2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。 柳瀬山の尾根城に位置し、織田軍と朝倉軍が戦ったと根坂の戦いの、舞台の利根えがすぐ南にある、また北国街道を見下ろせる、軍事上の要所に位置している。さらに南側の行司山には、中尾山と行司山を結ぶ、軍道を整備したと伝わる勝家の家臣、佐久間現場城、森政の取り出があったという。静ヶ岳の戦いの際に、勝家、 秀吉の両軍が布陣した山城の中でも、現場お城は、空堀の深さ、土塁の高さが際立っており、また、現在においても、その遺構がよく残っている。また、定期的な草刈り整備が行われており、縄張り構造が非常によくわかる状態で維持されている。基本構造は南北に並んだ主要な四つの、車であり、土橋で連結され、その広がりは、南北、 約250メートル、東西約150メートルに及ぶ。すべての車を高度類で囲み、主要な部分は、土類と空りの多重防御を施している。また、四角には二つの前出四角、一つの張田四角が備わっており、小四角も金棒に位置する。四角の北東隅には、方形の一段高くなった箇所があり、矢倉もしくは、天守のような建造物があったと推定される。 主角部の南側には食い違いや曲がったアイロを設けた古口角が2つ直列しており、トネエツからの敵を迎え撃つ作りとなっている。主角部北側の絡め手の角は最大の広さを持ち、兵糧などの物資や兵の駐屯のためのスペースであったと考えられる。全体として完成度が高く、山城の最高水準の到達点の一つであると言える。ありがとうございます。